水原一平さんの違法賭博問題。大谷選手を疑ってる人の方が全然多くて、大谷がギャンブルしてる方が強いからいいよみたいな。では今回の記者トークは、記者トーク史上初の試みですけれども、日本とアメリカにをつないでですね、アメリカにいる編集部の K 記者に話を聞いてみたいと思います。 K さん、どうもお疲れ様です。よろしくお願いします。はい、今 K 記者がいるのはですね、アメリカのロサンゼルスですね。正確に言うと、ここ私今ロサンゼルスじゃないらしくて、カリフォルニア州の南側のオレンジ郡っていうところがあるんですけど、うん、はいはい、ロサンゼルスの南に行って、まあ車で30分から1時間ぐらいのところに来ています。じゃあ結構ロスの中心部から距離があるところに滞在してるんですね。そうなんです。ドジャースとかがあるのが結構ロサンゼルスの側で、エンジェルスがあるのがこっち側というかですね、うん、オレンジ郡の方ということで。あとは、皆さんの本来の地元とかもこの辺りにあるということでは、もう一人の記者はロサンゼルスの方にいるんですが、うん、私はこのオレンジ郡の方にいます。はい。ということでですね、まあ、ロサンゼルスに K さんがいる、なんでいるのかっていうのは、もう、この聞いてる方はね、多分わかると思いますけれども、すでにもう日本でもね、もう散々毎日のように報じられてますけれども、ドジャースの大谷翔平選手の通訳を務めていた水原一平さんの違法賭博問題ですね。この問題について、今現地で取材班をキャップをやってるのが K 記者ということです。で、今回、まあ、週刊文春はですね、まあ、テレビとか新聞社と違ってですね、まあ、アメリカに、まあ、支局はないので、まあ、ほぼゼロの状態から、この水原さんの取材を始めたという感じですけれども、今回そのアメリカ入りしてですね、どのように取材を進めたでしょう。あと苦労したこととかがあったらぜひ教えてほしいんですけれども。苦労しかしてないんですけど、あんまり一部その取材のなんかこっちのノウハウとかがわからなかったたので、それこそ日本だったらなんか法人登記取ったりとか、あのおうちピンポンしたりとかありますけど、こっちだとそれどうやって取るのかなとか、まあ、そもそも人の地いきなり訪問したりするんだろうかあとはあの取材以外のメールとかをすごいいっぱい送ったんですけど、はい、そのメールの打ち方一つもちょっとなんか作法がやっぱりあるみたいでですね、うん、ノウハウというか、まあ、現地の記者の人とか取材であった方とかにちょっといつもどうやってますかって聞いて、一つずつこう学んでいってというような感じでしたね。なんかその取材依頼のメールとかでも割とその大きく出た方がいいというか、最初になんか私たちは週刊文春と言ってとか言って、あのタブロイドとか書くんじゃなくて、日本を牽引するトップレベルのジャーナリズムを展開しててみたいな、東京に拠点を46万本の発行数を誇りみたいな、そういうなんか古代って思ってるわけじゃないですけど、立派なことをいっぱい書いて、あのちょっと引きつけるみたいなことが必要ですとか、あそうなんだみたいな、こう現地との文化の違いをいろいろあのその場でちょっとずつ学びながら試行錯誤しているというような感じです。今週号の記事をね、読むと、その現地取材班の苦労と、まあ、あとかなりね、大きな成果が反映されてて、それをぜひね、聞いてる方も記事の方で読んでいただきたいんで、私もすごいなと思って見てたんですけど、日本の報道をね、今テレビで見てると、まあ、水原さんひどいなっていうのはもちろん言ってる一方で、その大谷選手にですね、まあ、同情する声が非常に多い感じはあるんですよね。ただ一方で、そのロサンゼルスのその現地では、その大谷選手へのその反応も含めて、今回の件についてどう受け止められているのか、なんかその日本との違いみたいなところで感じることがあったら、ぜひ教えてほしいなと思うんですけど、なんかありましたか？あの、結構私、あの、ウーバーを、ちょっと車借りてないので、あの、白タクみたいなやつ乗ってるんですけど、乗ったら絶対その、今回のことは聞くようにしていて、あの、それを聞いてる限りでは、正直言っちゃうと、あの、大谷選手を疑ってる人の方が全然多くて、あれは絶対、ギャンブルやってたんじゃないのみたいな、それを通訳が被ったんじゃないのぐらいのことを言う方がすごく多いんですけど、うん、ただ、まあ、そもそも、この人たちってあんまり野球を見てなかったりとか、にわかな方が多くて、何ですか、ニュースでちょっとチロッとやってたから、聞かじったぐらいの方が多いので、でそういう方は割と、そんなのみたいな感じで、大谷選手がやったというふうに、なんか思ってる方はすごく多いんですよね。ただなんか、野球見てる人とか、あと、もちろんドジャースファンの人とかは結構、あの、大谷さん側の方も、まあ、いるという感じで、あと、その、まあ、大谷選手疑ってる人も、あの、これまでのコミュニケーションも全部、その、通訳を通じてやってたからっていうようなことを説明すると、ああ、じゃあ、まあ、ちょっと確かにわかんないね、みたいなことをおっしゃるので、まあ、知ってる人は結構、大谷選手に同情する方も、まあ、多いのかなっていう感じです。
ただまあ全体的には結構まあ疑われてるような雰囲気はあると思います。なんかこう日本の報道をね見てると、そのロサンゼルスの人みんな大谷のことが大好きで、こう大谷選手に全員関心あるようにもね、なんかそんな感じで伝えてるけど。そうです。何もないって感じなんですね。そうなんです。そもそも野球見る人って結構意外と少ないみたいで、まあこっち割とそのバスケとか、他のスポーツで大人気なのが、まあ、様々あるので、野球見ないっていう人は多い。ので、そもそもこの騒動自体を知らないっていう人も多いですね。いや、そうですよね。なんかその辺の差が、ちょっとやっぱ現地のね、皆さんの話聞いてると、すごい、日本ではわかんないことのね、一つとして、すごい、なんか納得できるなって感じですが。どうしますか？ファンの人は結構、別にギャンブルしててもいいよ、みたいな。大谷がギャンブルしてるのが強いからいいよ、みたいな、そういう方も結構いましたけどね。それぞれ個人の選択だからみたいな、いいプレーをしてくれたらそれでいいっていう方とかもいたりしました。まあ、水原さんはね、そのギャンブルをすごいやってたってことですけど、アメリカでそのいわゆるスポーツの賭博っていうものはどれぐらい流行しているものなのか、一般的なものなのか、その辺はどうでしょう。かなり流行っているような印象で、少なくとも自分はやってなくても、友達がやってるとか、そういう人は、がほとんどというか、まあ、ちょっと60代とか超えてくるとわからないですけど、40代ぐらいまでの世代で、周りにスポーツにかけてない人、ほとんどいないんじゃないかなっていうぐらいの。